最近歌うことが好きだ。でもね、歌の動画見返す、最近なんか本当になんかね、その場しのぎの自己満足っていうかね、その場だけの自己満足が増えたよね。そのなんかさ、まあ YouTube なんて自己満足には変わらないんですよ。でもね、なんつうんだろうな、まあ自己満足には変わらねえんだけども、そのまあ俺のお話はそこそこ面白いわけで、まあそれの方がまだマシなわけでね、ただ話してるだけならマシなんで、そこになんか歌うとかね、ちょっとカッコつけ、あん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 みたいな、その酔っ払いだよ。エルヴィス・プレスリーのなんかあれやろうかな、みんなでねねねねねねねみたいなこと言われてみたら酔っ払いだった。志村けんだったよなあ。まあ、急なね腕ってね、いや病気だろ、いやそのね志村けんだよって言うんだ。俺小学校入ったね、あの雑なね、あのダチョウ倶楽部ってね、なんだよえんみたいなジャンプするんですけども、雑なダチョウ倶楽部のあのノリっていうのがあってね、それでね、あの小学校の頃の僕がね、指にねこう乗り移ってねやったけど、あーカメラ何したらいいんだろうまあーってもがいてるって、そこで皆さんにね見せたかった。うん雑な演技だな、松井和代かって。じゃダメ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 ダ今つまんないことを言ったらね、まあ、声帯をギュッてやられちゃう。世界線のちょっとね、僕に憑依させて、皆さんにねハーゲてると思ったら光の反射、あー髪の毛うざいな、まあ、全部切っちゃう。またうざくなってきたから切っちゃうぜ。ボクチンボクボクチンボク、どこまで切れいいんだろうな、どこあここまで切れいちげれーシャコラはぁ、あ、やる気でね、そのなさっきから何のやる気かって これだよ。そのね、ライブから帰ってきて、ライブは泊まりだったんですけど、泊まりのね、そのブンブンブンでね、でももうこいつやばいよな、もうこいつ引退するわ、危ないから、ちょっと痛かったし、なんかなんとなくもう俺は使うなよっていうね、シグナル、安物なんで、このね、IKEA で買ったつってね、俺はまだ使えるぜって今度ね、そのこの延長コードの消しが噛みついてきたらどうします。あ、ふうって払いますよ、払うだろみんなも、あ、ペシンってほら払いやがってって言ってね、僕のね、そのこのね膝とこの関節の肉の間をペシンって出てみました。もう痛いの痛いの、ね、オーバーです、空洞です、うんち、富士サファリパーク、もう喋りたくない、今日疲れたな、うん、もう疲れちゃった俺、チンコ映ってないね、あ全然、陰毛が生えてるゾーンの3分の1くらい今あらわにしてたからやばいなと思って、ちょっとねもうもっと上に上げちゃう。そうね、エアコンが見えないくらいのね、ここにね、あーちょうどいいんじゃないですか。エアコンはなんか見せたくないんですよ。なんかエアコン見せたらね、はい、住所特定しました。おつみたいなね。おつおつのあーちゃんみたいなのがね、飛んできたら嫌じゃないですか。だからね、なんか見せない。いや、まあ、特定方法あるかもしれんが、とにかく笑えれば、最後に笑えれば、はぁ、情けない帰り道チンチンかゆいよチン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 だけどチン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 子供の頃から同じ夢ばかりを見てけど今になって大人になって手首が痛い。ちょっと歌うのやめるわ、ダサいから。うわー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 わ
ラファエルさんの晴れた目でちょっとねリアクションがね。でもでも War is the way the way it is。 なんでラファエル早く仮面外さないんだろうな。俺ラファエルさん嫌いなんだよな。もうジャンさんと絡み始めてから嫌いっていうか、ただつまんないね。シャーハハハ、もう俺はロック聞くしかねえんだよって言って、ロック聞いて言ってもザ・ハイローズとクロマニオンしか聞いてないんですけど、もうなあ、なんかさ、青春をドブにして、まあ青春と面白さの等価交換みたいなことしてる人間なんで、もうロック聞くしかねえんだよな。もう性欲はもうロックで埋めるしかないんだよ。もうイエーイ、ロックンロール、シャケのベイベー、覇気がないっていうね。あーでプチーンってなったらね、プチーンプチーン、ダメだな、なんか全部安っぽくなってんな俺。もっとなんか崇高な存在崇高なって言いたすぎるよな。なんかもう言いたすぎるものがいっぱいあるよね俺って。だからなんか、あーはいはい、いつものあれね、あれね、あれあれねって感じでさ、もうパターン化されてんだよもう。なんかこれ多分俺が、多分俺人工知能、な、面白人工知能に人類最初で負けるの俺だと思う。ふざけんじゃねえよ怒ってるってね。いや、なんで右手がずっと使用するし、右手すごい爪汚いんだよ。で、ちょっとシャーペンのスマッシュのね、あのシーンのところでね、やってるんですけど。ああ、そうだ。かゆいな、もう。全体的に体かゆいんですよね。そうだ、耳かき。お母さんが取ってくれた耳かきないかな。あれでもない、これでもない、それでもない、うんちていきます。とにかく笑えれば、あのピンセットでちょっと爪の中のゴミ取ります。なんかもう驚異的なスパンでさ、爪切る男って面白くない？俺はその文字面だけで面白いんでね。まあ文字面しか面白くないんですけど、裏を返さなくてもね。ちょっと裏を返す寸前で、いやいや、これそれしか面白くないだろうみたいなね、気づきますけど、裏を返せばってね。なんで裏を返すって、なんだよお前それよ、なに裏を返せばって、何カッコつけてんだよ、普通に言えよお前、人間だな、やめよいや、人間やめよう、もしくは人生やめよう、人の性をやめて神の性をしよう。神ライフ、ゴッドライフ。あーあーあの、すごい揺れる。うざいな、なんかいるんだよな。なんかいるんですよね、ここ。ほんと困っちゃうんです。あ。それが答えだ。えんやこらさっさで大爆笑。いいか、そうだ、最近また汚れてきたな、やっぱ俺神だわ、ティッシュのゴミがな、ひどいわ。上を向いて歩こう。最近ね、今日もなんか会計2300円くらい使って、わっぱのくせにやべえなと思って、なんかもう親の金で好き放題しすぎじゃんって、俺のなんか嫌なニートになってんじゃんって。親には強気な陰キャニートになってんじゃんって思って。あ、悲しくなってきた。もう涙がポロポロね。今心の涙が出てる。まあ、全然もう、だからでもそのね、外傷的な涙っていうか、そのね、表面的。まあ、目に見える物理的なね、汁は出てないんですけど、で、汁って言ったら全部面白くないもんな。ここが痛い。あ、さっき薬飲んだんだ。俺ね、薬飲んだ記憶もないんで、やっぱ記憶力もね、すっ飛んでるんですよ。記憶力まで俺は面白さに変換してしまったが、ダメだな。いや、結構今思ったんですよ。俺のお母さんはよくね、あのね、まあ、はーん、ね、今本名で言おうとしたんですけど、ちょっとね、今モザイク、ボヤがかかってる。まあ、はじまはね、
あれだよって、まあ、本名ありましたよ、これじゃないですけど、はじまは素の方が面白いよって言われたけど、いや、お前のレビューで言われたくねえよって、ちょっとね、腹来ちゃうんですよ。お母さん、その面白を見てる目はなんかね、超えなさすぎてるっていうか、面白いもの見てないんだよ、あの人。俺はそんなばっかしか見てるけど、だからといって俺は全然、もう夏井フェスタマリーナさんのあれだろうな、その下の、下レベルの、もう多分ね、100、不可説不可説点分の1だけどね。いや、夏井フェスタマリーナさん面白いな、あの人。可愛い系でやってるくせにむちゃくちゃ面白いもんな、あの人。いいな、ネタツイ界隈、ネタ系ツイートね、強えよ、面白いわ。まあ、今日買った商品はね、ちょっと今考えたらね、なんで俺こんなもん買ってんだろうって。はい、わかりますか？いや、なんの手、いや、ビューティー系やるけどっていうくだりやりたけど見えねえだろうがよ。な、こうやってなきゃ、おい、逆やねんか。こうやって、ちゃうねんな。はい。あ、なんかビスケット買っちゃってさ、俺バカだなと思って、その最初になんかね、レーズンなんとかを買ったんですよ。レーズンなんとかに買って、そこにあったなんかバカビスケットと、しっとりチョコチップクッキーとバカプレーンビスケット。バカやアホつけたりクソつけるのが俺大好きなの、もうね。もうそこしかない惨事みたいなね。ゲロうめえとか、なんかそういうことしか、ゲロうめえは言わないが、そういうことしか言わない惨事で、それが何もできない惨事って。惨事じゃないじゃん、それ。俺じゃん。ね、はい、11分。